エルナン・クレスポ、エルナン・ホルヘクレスポ、1975年7月5日対はアルゼンチンブエノスアイレス州出身の元サッカー選手、現サッカー指導者。現役時代のポジションはフォワードでアルゼンチン代表であった。1996年にはアトランタ五輪、1998年にはフランス W 杯、2002年には日韓 W 杯、2006年には ドイツ W 杯に出場した。1975年、アルゼンチンのフロリダで生まれる。父が、熱狂的な CAA さん、ロレンソであるマグロのサポーターと会って幼い頃から、ボールを蹴り始め、クレスポ曰く、なんとなく入ったという CA リベルプレートの下部組織で、サッカーを始める。各カテゴリーを順調にステップアップしていったが、特別能力のある選手とは言えず、 補欠選手として過ごした。14歳の時に正式契約を交わし、トップの道へ歩んだ。プリメーラディビシオン1993から94シーズンにトップチームデビューを果たすと、当時監督だったダニエル・パサレラは、クレスポをスーパーサブとして起用し、クレスポはこのチャンスに13得点という数字で答えた。1994から95シーズン、パサレラは、 アルゼンチン代表監督に就任することが決まり、リーベルを退団。次の監督の下でクレスポは、出場機会を失い、このシーズンは5得点という結果に終わった。しかし、成績不振によりすぐさま監督は、ラモンディアスに交代すると、クレスポはレギュラーに定着。6得点でシーズンを終えたが、ラモンディアスは、辛抱強くクレスポを起用し続け、改めて自信を得ることができたとクレスポは、 10回している。シーズン後に開催されたアトランタコリンのアルゼンチン代表に選出され、アルゼンチン代表は銀メダルを獲得。クレスポも才能の片鱗を見せ、世界的な評価を得ることになった。アトランタコリンでの活躍が認められ、1996年にイタリアのパルマエ c シーに移籍。当初はイタリアのサッカーに馴染めず満足のいく結果を残せなかったが、 1999年には、パルマのコッパイタリアと UEFA カップの優勝に貢献。その功績が認められ、2000年に当時のセリエ A 新記録となる1100億リラ、約66億円の遺跡金で SS ラツィオへ引き抜かれた。ラツィオでは、遺跡初年度に得点王を獲得し、在籍2年間でリーグ戦54試合、計39得点と、 その遺跡金に見合う活躍を見せた。2002年、2000万ユーロに加えベルナルド・コルダーディの譲渡という条件でインテルへと移籍した。移籍した、ロナウドの後継者とみなされたが、怪我の影響で試合には出られず、結果は残せなかった。翌シーズン、ロシア人の石油王であるアブラモビッチがオーナーに就任した、チェルシー FC が行った。 スター選手を次々に獲得する補強戦略の対象となり、インテルはクレスポを手放した。サポーターからの抗議もあり、思い直したインテルは白紙撤回をチェルシーに要求したが、復帰は叶わなかった。2003年はチェルシーに活躍の場を進も、イングランドのサッカーに順応できず、制裁を欠き、出場機会にも恵まれなかった。2004年にはジョゼモーリーニョが、 チェルシーの新監督となったが、構想外だったクレスポは ACM イランにレンタル遺跡となり、イタリアに戻った。かつてパルマ時代にも監督だったカルロ・アンチェロッティ監督の元でシェフチェンコ等とコンビを組んでその年の UEFA チャンピオンズリーグ準優勝に貢献するなど、クレスポは本来の輝きを取り戻した。本人はそのままイタリアに残ることを望んだが、2005年は レンタル元のチェルシーに呼び戻され、4から3から3の場合では、伸び盛りのドログバと同じポジションを競わせる形で、貴重なスーパーサブとして割れた。シーズン終盤では得点力向上のため、4から4から2の2トップで、同時起用もあり。不本意な形とはいえ、イングランドへの再挑戦では、好調なパフォーマンスを維持した。イタリアへの復帰を熱望するクレスポの意を組む形で、 2006年には、チェルシーから2年契約のレンタル遺跡でインテルに復帰。ズラカン・イブラヒモビッチとにトップを形成し、欧州の主要リーグで新記録となるリーグ17、連勝に貢献するなど、リーグ戦独走の原動力となった。シーズン終了後には再びチェルシーへの呼び戻しが予想されたが、本人の意思もあり、インテルへの残留が決定。 その後イギリスに戻ることなく2008年にチェルシーとの契約を終了した。しかし、2008から09シーズンは、チェルシー時代にクレスポを構想から外してい、モーリーニョがインテルの指揮官となり、他の主力選手が怪我や規律違反などで召集されない場合以外はベンチに登録されないことが多かった。2009年5月29日、ジェノア CFC への移籍が発表された。 しかし、ジェノアでは思ったような出場機会を得られず、南アフリカ W 杯に、アルゼンチン代表メンバーとして出場することを熱望していたレスポは、2010年1月29日、パルマへ完全移籍し、約10年ぶりのパルマ復帰となった。2009から10シーズン最終節のリボルの戦で、パルマ復帰後初得点を決めた。しかしカレーもあってその後はなかなか出場機会を得る。 ことができず、2012年2月2日にパルマとの契約を解除。その後、インドスーパーリーグ参戦も報じられたが、現役を引退した。なお、6年間在籍したパルマでは、通算94得点を記録しており、これは、クラブ史上最多得点者となっている。2014年7月、フルスパルマのプリマベーラの監督に就任。しかし、 翌2015年6月22日にパルマが破産したため契約解消となった。同年6月30日、セリエ B のモデナ FC の監督就任が発表された。契約期間は1年間。しかし2015から2016シーズンは会に低迷し、2016年3月26日の第33節カリアリカル除戦に敗れ、広角プレーオフ圏の18位に転落したことで、 解任が発表された。また、その会見の場に激怒した夫人が乱入し、クラブの給料未払いを暴露するなどの暴言を吐き、混乱に陥った。2017年7月29日、SSD パルマカルチョ1913の名で再出発して、セリエ B へ昇格したフルスパルマの副会長に就任したことが発表された。2018年1月に副会長職を退任。 アンバサダーに就任。2018年12月19日、CA バンフィールドの監督に就任した。2019から2020シーズンは、開幕から1勝1分け3敗で19位と極度の不振に陥り、2019年9月2日、成績不振を理由に解任された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。